平野紫耀、中居正広が語った芸能界で生き残れる人に当てはまらず、退場の背景を振り返る。ジャニーズチェックに連日精を出すジャニオタ二人がアイドル史を眺めながらよもやま話をだべり中。ビーリ、永遠の29歳。人生の半分以上をジャニーズに捧げているジャニオタ歴20年長の芸能ライター。今一番気になるアイドルはキスマイフト北山宏光。シーコ、永遠の35歳。デビュー組からジャニーズ JR に降りた月刊誌編集者。好きなアイドルはフレッシュな子。長瀬角、高校の文化祭感漂うショットとは？ BB 8月14日に放送された音楽番組 CDDV ライブ。ライブ。真夏の4時間半スペシャル TBSK。は見たから、キング&ピンス以下、キンプリが人気曲の一番を披露して話題になってたよ。シーコ、もちろん見たよから。キンプリは5月22日をもって岸優太、神宮寺優太、平野紫耀が脱退したから、高橋山と長瀬角による二人体制で一番をパフォーマンスするのは初めてだったんだよね。BB 一番といえば、昨年6月にリリースしたアルバム、メイドインの収録曲で、激しいダンスが特徴的じゃん。キンプリは歌って踊れるグループってことを世の中に知らしめた一曲でもあるけど、だからこそ、二人の一番はどんな感じになるのか、いまいち想像がつかなかったな。五人時代は、ジャニーズ事務所入所前からダンスをやってきたアマと平野の魅力が爆発してたから。シーコ、でも、いざ見てみたら、これは、これで良いなと思わなかった？前回、長瀬高橋が、ダンサーを従えて踊っていて過去とはまた、違うパフォーマンスになっているなと感じたよよ。BB、そうだね。なんだかんだ、二人になってからもう3ヶ月が経とうとしてるのか。前回二人の活動も見慣れてきたけど、正直に言うと、5人でわちやわちゃしてたのが恋しいな。シーコ。そうそう、A ジェネレーション、2023年9月号6歳者以下、J ジェネは、丸ごと一冊キンプリ特集だったよ。キング&ピンスボル、44クコルカラダンコールから、ってことで、5人の写真が載ったフォトレポートになっているの。BB、未だに5人を表紙に起用してくれるの、もはや、J ジェネ、ぐらいじゃない？さすがだわから。お、イントロダクションのページでは、ジャニーズを退場した平野と神宮寺が滝沢秀明氏の事務所株式会社トベに入ったことにもしっかり触れてるね。シーコ、今回は個々の歴史やこれまでの活動、近況についてテキストで紹介している感じかな。掲載されている写真はあまり古いものはなくて、それこそメイドインのツアーのステージ写真とか近影が多いみたい。BB、まあキンプリ特集も第4弾ってことだし、懐かしい写真は過去の号でもたっぷり見れたもんね。ざっとページをめくった感じだと集合写真は少なくて、個人のカットか、ちょっとだけツーショットがあるくらいかな？シーコ、そう。より個人をフィーチャーした号になってるよ。5ページではいきなり達観した表情の連々、長瀬が出てくるんだけど、背景の色合いも、そう待って、幻想的な雰囲気が素敵。BB、物憂げな表情を浮かべてる。レンレンって、基本は、クールだもんね。6、10ページとか、もし制服を着ていたら、クラスの行事に、協力的な、ドライな高校生って感じ。シーコ、言われてみると、10ケラ11ページの花柄の羽織も、どことなく文化祭感があるというか、演劇部の出し物で、イケメンのあんたは、立ってるだけでいいから。って無理やり出されて客寄せパンダに使われた生徒みたいな雰囲気が漂っている。BB、ところで11ページの写真、岸くんがなぜか不敵な笑みを浮かべているように見えない？後ろから連々を狙って、よからぬことを考えている瞬間みたいで、ちょっと面白い。ここはもうちょっと高解像度で、表情をじっくり見たかったな。シーコ、照明のせいか、中央にいる岸くんだけ、なぜか顔の部分が暗いから、より怪しさが際立ってるね、ショー。
対照的に岸くんの視線にも気づかず正面を向いて歌っているレンレンがのんきでいいわ。永瀬角にとって平野紫耀は砲撃で向き合うことができた初めての友、ビービ、なんか、レンレンは何を考えているかわからない表情が多いからこそ、いろんな妄想が膨らんじゃう。あ、そうそう。8ケラ9ページにも書いてあるけど、レンレンはお父さんがヘリコプターのパイロットなんだよね。シーコ、その関係で、小さい頃から引っ越しや転校が多かったんだ。ジャニーズ入りした当初永瀬くんは JR たちとなかなか打ち解けることができなかったと振り返っています。なぜなら、どうせ仲良くなってもまた転校するからという諦めにも似た思いのためです。原文ママ、いかどう、だって。ビービ、なんとも切ない。レンレンが涼やかな顔立ちだからこそ、こういう話を聞くと影の部分が際立つなぁ。シーコ、もともと、彼と平野は関西ジャニーズ JR 出身で、後にキンプリメンバーとなる天、岸くん、神宮寺、岩橋玄樹とは、スタートの拠点が違ったわけだけど、まるで人との関わり合いを避け、素通りするかのような生き方を、ガラリと変えるきっかけになったのは、平野紫耀くんの存在でした。10ページ、と書いてある。ビービ、幼少期から引っ越し慣れしていたレンレンの目には、出会いと別れが多い JR の世界はどう映っていたんだろう？私生活で経験済みだからこそ平気だったのか、芸能界の入れ替わりの激しさに戸惑ったのか。でも、現在までジャニーズに所属しているんだから、きっとうまく乗り越えてきたんだろうね。シーコ、最初はあまり周りの JR と馴染めなかったっていう情報を知った上で、15ページの少年、平野&永瀬。エピソードを読むと泣けちゃう。心を通わせられる友人を作れないでいた永瀬くんにとって頼りがいがありつつどこか抜けたところがある平野くんは本気で向き合うことができた初めての友でした。と、さすがに、このページあたりは、少年のツーショットが欲しかったわから。キンプリ高橋山のあどけなさが残る一枚もビービ。でも、32ページには天と平野のツーショットはあるよ。この二人はどこか兄弟っぽかったけど、今はもう絡みが見られなくなったから寂しいよね。シーコ34ページからは、天のキャラクターに関する記述があるね。これまでのキンプリって、平野と岸くんが天然キャラ、末っ子の天はどちらかといえば、甘えん坊なところが目立ってた印象。連会が揃ってゲスト出演した7月27日放送の、時をかけるフジテレビ系。7月27日放送、でも、天は、キャラはあった方がいい？って時男に相談してたっけ。ビービ、天は、キンプリのメンバーは、バラエティモンスターが揃ってたので、自分と比べてしまって、見たいのはありましたね、と語ってたね。そんな彼を、時男松岡正宏は、真面目、と褒めていて、国分太一も、トーク番組でキャラを作って喋るよりかは、その状態がやっぱ見たいんだと思うんだよね、とアドバイスしてた。シーコ、そうそう、アマは弟っぽい無邪気さや天然な部分をそのまま出していけばいいと思う。逆に二人になったからこそ、今後はよりそれぞれのキャラが見えてきそうだし、アマはこのまま伸び伸びしていてほしいなぁ。ジェイジェネの話に戻るけど、33ページのキョトン顔とか、あどけなさが残っていて可愛い。中居正広が語った、芸能界で生き残れる人、の条件とは？ビービ、打って変わって、34ページの写真だと、着物を着崩して胸元がつゆわになっていて、一気にセクシーだよね。キョトン顔からの少しアダルトなチャラい感じ、ギャップがあっていなから。この衣装、54ページで平野も着ているんだけど、こっちは襟元がビシッとしていて、天とはまた違う雰囲気。シーコ、その前に48ページから平野をフィーチャーした構成になっているけど、最初になぜか中居、正広さんの発言がピックアップされているの。中居さんが過去に芸能界で生き残れる人とは？と聞かれて、まず向き不向きという点から考えるに中身が大事だと思っていますとの持論を語ったエピソードで、ナルシストかまって、
ちゃん、ミーハーの三つの条件の頭文字を取ったものから来てるんだけど、ビービー、てっきり、平野がこの発言を受けて、自分の考えをどこかで語ったのかと思っちゃったよ、章。51ページで、果たして平野紫耀くんの場合、いくつ当てはまるのでしょう、と投げかけてから、53ページだと、天然さで知られる彼は、中身のいずれも持ち合わせていないように見えます。って、早々に結論付けてるね。C 以降、平野とは直接関係ないエピソードが挿入されているのが、ちょっと謎だった、章。でも、他のテキスト部分は、退場決めた背景などに切り込んでいて、ある意味で読み応えがあるかも。紫耀太の愛され体質がわかる一枚 BB、平野って黒髪もいいんだけど、金髪のサラサラストレートヘアだと、海外の貴公子のようでうっとりしちゃうな。63ページの写真とか、儚げですごく綺麗。平野のコーナーは黒髪と明るい髪色の両方が見れて楽しい。で、平野の余韻に浸っていたら、73ページの岸くんを見てついつい吹き出しちゃったよ。いきなり、マジシャンみたいな格好で登場してる、章。C 以降、ほんとだ。手を広げて、どやからって、顔をしているのも、手品を披露し終えた後の自信満々のマジシャンみたい。ただ、残念ながら、岸くんのページは、主に半目か、目を見開いてるかの両極端の写真が多いのよ。79ページの写真とかも、表情がバッチリと決まっていれば絶対かっこよかったんだけど、手足のポーズもいいし、BB、逆に他のアイドル誌ではあまり取り上げられないような自然体な表情が見られるってことかも。80ページにはようやく5人の集合写真があったけど、岸くんはお疲れモードなのかな？下を向いている場面で、両脇のアマと平野が様子を伺って、岸くんを気遣ってる感じ。C 以降、こういう写真からも、岸くんが愛され体質だったっていうのが伝わるよね。本人は狙ってないのかもしれないけど、ちょっとクスッとさせてくれるところが岸くんの魅力でもあるし、BB、一転して、鍛え上げられた上半身が、つゆわになった87ページ。キリッとした表情が見れる92ページは、ぜひファンの人に見てほしい。かわいい、かっこいい、ちょっと面白い写真。と、バリエーションも豊かだし、ぜひ、お気に入りのカットを探してほしいわ。神宮寺勇太、エジプト映画で王に仕える従者に？ C 以降、最後の神宮寺のコーナーは、ひたすら写りが綺麗だよね。結構、がっつりとアップな写真もあるし、神宮寺タンは買いの一冊なのでは。BB、前半は、ちょっとパーマの具合によって、トイプードルみたいなヘアスタイルだけど、章。102ページは、白とゴールドが貴重になってるゴージャスな衣装のせいか、エジプト映画とかに出てきそうなシーンだね。ひざまずいて胸に手を当てているんだけど、プロポーズの瞬間っていうより、勇ましい顔つきからして、王に仕える従者みたいなイメージ。108ページ、白い王子様風の衣装で軽やかに歩く姿や、紫衣装、111ページ、の爽やかな笑顔も、ファンは好きそう。C 以降、神宮寺のページのテキストは、キンプリ時代にコンサートの演出担当だったことや、グループのバランサーだったエピソードとかが書いてあるね。神宮寺は平野とタッキーの戸部に移籍したけど、今後コンサート開催時は演出面で活躍してくれるのかな？より自分たちがやりたいことをできる環境だといいよね。BB、これからどんな活動を展開していくのか、楽しみだよね。元 JR 内ユニットインパクト大勢の7人からなるイムップも8月18日にシングルクルージンを世界同時配信してデビューしたし、神宮寺が後輩のコンサートをサポートするなんて機会もあるのかも。 C 以降、こうして現役元ジャニの写真を見ていろいろ語れる J ジェネって最高だね。ちなみに次号はスノーマン向井康二、渡辺翔太、深澤達也の特集だって。10月号の発売も待ち遠しいなから。